噴火はアイスバーグに例えられて、上には、普段私たちが他の国を見るときに感じる文化で、下には実際にあの住んでる人たちが感じる文化が広がってて、中には確かになんか他の国と一緒で、例えば時間の価値観だったり物の価値観だったりするものは一緒だときもあるけど、意外とある細かいことに対する価値観が違うときがあって、そこでまあ最初にぶつかってあの仲が悪くなったりするときもあるけど、そこを理解してあげるのが一番大切っていうのも今日分かりました。